在声に出して反対しているのは少ないというのは感じてます。やっぱりこの島宮古島という小さな生活圏ですよね。その中でやっぱりいろんなつながりがあって、実際基地で生活してらっしゃる方もいます。こういう小さな島々ですので、基地ができることによって、これは守られるのではなくて、むしろ呼び寄せる、先ほども言いましたけども、攻撃の対象にターゲットになりますし、だから決してこれは平和につながるものではないと思います。体制はまだまだ十分とは言えないと考えています。今後政府の方で考えられている、防衛整備計画等で具体化されていくものと思います。